濃淡と出会いたい。いや、ここで出会ってるじゃん。いいよ、それ以上、なんか近く寄ってくるのはさ。出会ってるじゃん、ここの放送という場所で。そう。で、これね、今日ね、自分でね、聞いてますね。めっちゃキモいなと思ったことがあって。キモいって言わないでね、先にキモいって言ってんだから。めっちゃ自分でキモいなと思うことがあって、なんか、ツイッターの、なんか、プロフィールが、なんか、すごい、淡白で、なんか、何も書いてないから寂しいなと思って、なんか、文章付け加えようと思ったの。そう。いや、まだ、キモい言うの早いからね。まあ、後からも嫌なんだけど、なんかさ、配信業しか書いてないから、なんか、ちょっと寂しいなと思って、なんか、文章付け加えようと思ったの。で、なんか、YouTube も10万人っていうので、まあ、節目だから、なんか、新しくツイッターに入ってくる人もいるかなと思ったの。で、まあ、先日、フォロワーが12万人になって、で、なんかすげえ、ツイッターのフォロワーも多分業者も含まれてると思うけど、なんかすげえ最近また伸びいいんだよ。だから、初見さん多いだろうなと思って、なんか初見さんがさ、配信業だけの一言見たらさ、なんか俺冷たいかなとかさ、なんか、なんか寂しいやつに思われるなと思ったから、なんかもうちょっと、なんか文章加えようと思ったの。で、今、配信者で配信業って書いてあるんですよ。配信者で配信業って、まあ結局シンプルなままなんだけど、配信者で配信業の前に、ちょっと違うプロフィール入れてたんですよ。3分間ぐらい。多分見た人ほとんどいないと思う。寝れなくて、ちょうど昼ぐらいまで寝れなくて、で、昼ぐらいにツイッターいじってて、その一瞬だけ入れてたんだけど、それ何を入れたかっていうと、その、配信者で配信業の前に、ここにたどり着いてくれて、感謝って入れたんですよ。最初の一行に、ここにたどり着いてくれて、感謝っていう文章を入れて、その後に、配信者で配信業。俺の活動エリアは、リンク先をチェックって言って入れたの、プロフィールに。で、ちゃんと、変更ボタンまで押して、ちゃんと入れたんだよ、プロフィールに。だけど、その後に、自分のプロフィール見直してみて、めちゃめちゃキモいなと思って、ほんで、あ、やばこれと思って、なんかすげえ勘違いしてるじゃんと思ってさ、あ、調子乗ってんなと思って、あ、キモいなと思って、ほんで結局、添削して、削って、配信者で配信業に落ち着いたんだけど、そう。いや、入れたんですよ、3分間ぐらい。でも誰にも多分気づかれなかったと思う。多分見てスクショ撮った人いないでしょ。うん。いや、もし、あの瞬間を見てスクショ撮ったって人いるんだったら Gmail に欲しい。多分見られてないと思う。ほんと3分ぐらい。1分、2分、3分ぐらいだったかな。そう。出会いに感謝するのはクラウさんだけで十分。なんかさ、なんか入れちゃったんだよね。入れちゃったんだよね、なんかね。そう。いや、読んではいない。でもむしろ優しくなった。配信復活してね、まあもうちょっとしたらまた1ヶ月とかになっちゃうけど、なんかね、優しくなったんだよね。優しくなったから、なんかその、あ、もう10万人近いな。まあ多分ね、そのツイッタープロフィール入れた時ね、多分ね、まだ10万人じゃなかったんよ。まあ近いなっていうのもあるし、なんかちょっと感謝の気持ちを持たなきゃいけないな、みたいな、そんな気持ちに駆られたんだよ。そう。で、布団でゴロゴロしながら、感謝って、その、まあもちろん、行動とか態度で示すのが一番いいんだけど、ね、そういうのを見てない人もいるから、まあこのツイッターにたどり着いた人が文字でも伝えられたらいいなみたいな感じで、なんか、ここにたどり着いてくれたことに感謝みたいな文章を、まあ入れてしまったなっていうところで、恥ずかしいことを書いたんですけど、それにしても、いや、ねえ、まあでもちゃんと消してよかったわと思ってさ、あれさ、ツイッターのプロフィールに入れてほっとくとさ、なんかツイキャスのアカウントもさ、連携されてるからさ、更新されるやん。そう。この画面の下あたりにさ、ここに来てくれて感謝とか出たらなんか、俺が俺じゃないもんね。そう。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキュー！です。